今日は、毛先ちょっとパーマとあと毎日アイロンで巻かれてるモデルさんということで、ちょっと毛先の乾燥が気になるということなので、まあ2センチ3センチ切って毛先の乾燥は取り除けるんですけど、今後のことを考えると切っといた方がいいかなと思うので、今回10センチ弱ぐらいをカットして痛みの部分を取り除いていきたいと思います。で、今現状でそんなに段が入っていないので、普段自分で巻かれるということなので、切った、アウトラインに対してもうちょっとレイヤー幅を入れて巻いた時にもうちょっとこうふんわり感が出るような形で、今回は、軽さの方とあとはレイヤーで、表面トップの部分がもうちょっと動くような形で、カットの方をしていきたいと思います。でサイドは、まあ、7センチぐらいに対して前髪もこのまま伸ばしたいということなので、ちょっとサイドの合わせて前上がりのラインで、カットしまして、後ろもほぼレイヤーが入ってなくて毛先をちょっとぼかしている程度なので、まあ、アウトラインに合わせて後ろの方もレイヤーを入れて、トップは、サイドもそうなんですがちょっとつながないレイヤーでちょっと動きを出しやすい感じで、2セクションでレイヤーを入れてカットしていきたいと思います。前髪は作られた前髪がそのまま伸ばしている、結構ブラントなカットラインなので、ちょっと伸ばしたいということなので、パートから分け取ってあげて、ちょっとこの角をハの字で切ってあげて、ちょっとだけ毛先にもレイヤーを入れて流しやすいような形で前髪の方はカットしていきたいと思います。じゃあそういう感じで今日はカットしていきますので、よろしくお願いします。10センチ弱全体的に切って、今回はいつもと違った感じでレイヤーを入れたんですが、いかがでしょうか。ありがとうございます。今日は10センチ以内っていうお願いをしていたので、それもそのまま10センチ以内でカットしていただいて、あとすごい最初は重めだったんですけれども、それが一番いいなって思ってきたんですけど、今日こういうふうにちょっと軽くしてもらったりすることで、ストレートのスタイルも巻きやすいスタイリングも、一人でできるような感じになっていて、あとは前髪ですね、今まで結構癖とかも気になったんですけど、流しやすいようにカットしていただいたので、すごいなんか嬉しいです。